だようなものかな。だとここに書いてあるこれ見ましたよね。見ましたよ。そう、これはまあもありますよ。飾ります。これはいらない。いらないみたいです。これは確実にありますよ。衣装と靴がどこにあるかな。なんかあるある。明日ぜひ持ってきてください。どうなんだろう。これはもう展示終わった後なんですけど、ちゃんとあったんでしょうか。私はちゃんと持ってきてるんでしょうか。うん、あとさ、大事なことを言うと、この写真に私の作品をコラボレーションというか、まあコラージュって、なんて言うの、コラージュだよね。そうです。そう、コラージュさせていただきました。まあ、後から決めたんだよね。撮影し終わってこういう絵ができましたって、こういう写真ができましたってデータを送ってもらった時に、あ、なんかこの写真に私の絵を散りばめたらなんかもっと良さそうだねっていう話から、なんだろう、入稿日前日ぐらいにもう印刷所に回さなきゃいけないっていう日の当日か前日ぐらいに、私がこの絵とコラボアジしてくださいって送った無茶ぶりの結果、すごくいい感じになってくれましたね。実はそういうこのために書こうと思ったんですけど、なんせ時間なくて、で見つけたって感じです。これを、この作品は、うん、もう実は自画像なんですよね。あ、これはなんか2014年の土地狂って金髪にした時の私です。2014年かな、2013年から2014年、私金髪だったんですけど、その時の私見えますよ。最初見た時にマイカさんと思います。あそう、あのね、横顔でも私だよね。ポジングも、うん、マイカさんっぽいと思います。だって私だもん。あ、そう、私が自分を描いて、ちょっと遊び心ある絵なんですけど、だから自分の写真撮ってもらったものにこう合わせるテーマとしてはぴったりかなって思って、あとこれってあんまりすごい私の好きなものが詰まってるんですよね、この辺って、うん、でもそうそう、ポストカードにもなってないし、なんかグッズになってるわけでもないし、すごく持て余してるデザインなんですよね。ここの部分ってもっとなんかいろいろ使えるだろうなと思いながら、ずっと家の倉庫に2014年あたりから眠ってた絵なんですけど、今回こんな感じで生き返ったとか、まあ読むに使わせてもらった感じですよね。どうでした？もらった時どう思いました？切り抜き大変そうだなと思いました。いえ、本当に、いいイラストと思います。あ、よかったです、そう思ってくれたみたいです。そうなんですよ、結構、本当ちょうどいい構図としてもね、なんかこうなんだろう、こういう感じが良かったんですよ。こういうバランスですね。そう、周りにこう飛んでる感じが良かったので、本当にちょうどいいやつがあったなと思って、もう一個ぐらいやってもいいんじゃないかな。もう一個ぐらいっていうのは、なんかもっとこういうことしたいなって思いました、これやって。じゃあ今度します。そうですね。そう、うん、なんか面白いですね、やっぱり。やっぱなんか他の人と、他の絵じゃない人、写真家さんとか、まあ前はサンドアートの方とかもやったんですけど、まあ他の方法で表現してる人とのコラボレーション、こういう作品ができるのでちょっと楽しいなと。実は自分の撮影のスタイルも、かっこいい系とか暗い系が好きですから、うん、そうですよね、昼よりも夜も暗いところが、実はそれはおかしいです。ああ、今は、まあ、今は どんなイメージ、なんか使い分けてる感じ。使い分けてる感じ。いや、でも私もそうじゃないですか、和風描いたり。でもそれも、なんだろう、自分の中で描きたいものだけど目的が違うというか、なんか古典とかやろうと思うとどうしても暗い方、暗いっていうか、暗い中にキラキラしてるっていうものを自然と作りたくなるんですけど、なんか自分でチャレンジっていうか、こうこっち方向もやってみようかなって思った時に、明
明るいもの作ろうとか和風のもの作ろう、海外発信できるもの作ろうと思うんですよ。直樹さんはなんかもう何種類かあるなって思います。そうですね、いろんなジャンルに取れる人になりたいですから、でも今回はあの舞香さんのイメージに合わせて、はい、あの黒い系にしました。私も昼に撮ろうって感じじゃないですか、今度最初の朝飯最初の朝それ本当実現したのモーニング朝の舞香さんのイメージ、いやひどいものですよ、あのいやいやいや夜の延長みたいな感じですよ。みんなさあのみんな朝の舞香さんを見たことはあまりないですね。まあねそうか、でも夜は確かに表現しやすいけど、なんか朝ってなるとこう、まあ、じゃあとりあえず化粧しすぎてるのもちょっと不自然ですよねみたいになって化粧をただで、まあ、ほとんどしてないのもんなんですけど、なんかこうきっと白いシャツとか着せられてコーヒー飲まされるんでしょなんかそれはその都度イメージが膨らめばお願いします。もういろんな表現方がありますので、そうですね、また何かあったら、私はまあもう全然もうそういう写真を撮られる人じゃないんで、本当に特別な経験だなと思います。むしろね、快く受け入れてくださってありがとうございます。本当にお前なんか撮りたくねえよみたいななんなくて、本当暗い自分の中の今精一杯で最高潮なので、今の自分がやっぱり最高って思ってたんで、その瞬間を撮ってもらえたなって、この時よりもっとさらにいい感じの自分になったら撮っていただけたらありがたいです。じゃあ、最後一言じゃあ皆さん、ぜひ舞香さんと僕のことに応援してください。それぞれまたそれぞれの道を歩いていくと思う。そうでしょ、だってそれ。いや、なんか展示とかないんですか今後？あ、来年。2017年？そうです。来年、来年なんかあるみたいなんで。なんかありますかね。アキさんの、ツイッターホームページなどをチェックしていただければと思います、まあ、こんな感じの対談になりました。リハーサルしようとしてたのにリハーサルなしになっちゃったから、どうでした、大丈夫でした、いい感じかな、いい感じかな、はい、皆さんでもこれは終わった後なんで、皆さん展示に来てくださって本当ありがとうございます。なんか未来に向かってお礼を言うのってすごく不思議な気持ちですねいっぱい来てくれるといいな遊びに来てください、はい、はい、じゃあまた次回の展示でお会いしましょう。
Tokyo Borderless TV